J1 で17位の大宮は17日、さいたま市内で完全非公開で練習を行った。練習後には11月上旬から指揮を取る石井正忠監督、50、が報道陣の取材。に応じ、初陣となる18日の仙台戦、ユアスタ、への意気込みを語った。就任してからこの日までの準備について聞かれると、今日の練習を見ている限りではいい形で来れた。選手の能力を 100% 出してもらえれば、いい結果につながる、と話した。残り3試合で、15位の甲府との勝ち点差は4。仙台戦に敗れれば、降格の可能性もある。仙台のイメージを聞かれると、長いボールを使って、こぼれ球拾って、攻守の、切り替えも早く、自分たちがボールを失った時に前からプレスをかけてくる。あとは球際、と長所を分析した、就任から約2週間。戦術理解度が高いっていう部分ではいい驚きの部分があった、とチームの印象を語った。残り3戦で苦境から脱出し、J1 残留を狙う。トーナメントと思って、トーナメントの準々決勝に向かうって気持ちで、と、3戦全勝して、来季も J1 の座を射止めるだけだ。